えー、こんにちは四国地方に住む、えー、NG さんという方からお母さんですけどもあのメールをいただきましたそのまま内容を読ませていただきます突然のメールにて失礼をしますインターネットにて林先生の 子どもとの確執についての手記を拝見し1ヶ月も間を置いたら猛烈な勢いで修復不可能なところまで関係は悪化するとの内容を拝読いたしましたちょっと内容が違いますけどね あの人間関係というのはですねあの何かトラブルがあったら即あの修復した方がいいんですね。間を置きますとこちらの方も相手の方も心が固まってしまいますからね。特にあの離れて住む人たちはそうですね。それはもう親類でも親子,親子でも関係ありませんね。もちろん友人もそうです。私とも23歳の息子がおりまして。 子供幼少の頃から俗に言う優等生で公立高校からまあ塾などは行かないでですね部活との両立で県内のナンバーワンと言われている大学に入学し最初はまあもう一つ別のね 私立大学の方をと、まあ、どうだと言ったんですけども、まあ、の下宿に自信がない、えー、自宅から通学したいという、まあ、本人の希望もあり地元の、まあ、地元というか帰るところの、まあ、ナンバーワンと言われているまあ大学に入りましたとそしてそこで部活ですねあのクラブに入りましたと。 まあ、ど,どちらかというとそのなんて言いますかあの男子系のクラブですよねあのいわゆる体育系だというわけですで、えー、50年の伝統のある、えーまあ、まあそのまま言いますと、えー、剣道部のしきたりは厳しく部員同士のつながり通り 通り一遍ではなく家族以上の密度を持って、まあ、4年間を過ごすこととなりますともちろん上級生が絶対者というふうになりますとそんな環境は生まれて初めてでもほとんど勉強を放り出し勉強しなかったわけですね必死で、えー、剣道一筋でまああの県大会の 法へも出場するようになりましたと家族もまたそんな彼の活動を応援し支えてまいりましたと当方は主人が単身赴任で現在は大阪にいますと年老いた両親も同居しておりますゆえまだ下に二人子供がおりまして私も仕事を持っていますが ギリギリの時間帯の中で、まあ、息子の応援を楽しみにして忙しさなどは吹き飛んでしまうほど私の喜びとなっていました今から思えばそこまでの負担を息子がですねここ心苦しく感じていたのかもしれませんと私が体調を壊して入院手術をした頃から 息子の応援部内でのミスも多く先輩は同期からせん、あのー、おえあの息子のね、あのー、試合中でのミスも多く先輩は同期からも叱られたり、まあ、うまくあいかないことも重なり 大学3年の時に退部を決意しましたその頃から徐々に家族とも話さなくなりましたと高校大学と仲良し親子仲良し家族として周りからも羨ましがられるほどでしたと家族旅行も二十歳頃まで一緒に行っていましたがと、まあ、それからは現在に至る2年ほど全く心を閉ざし えー、剣道部で挫折したということもあり内定していた会社も蹴ってしまい,蹴ってしま,いましたとアルバイトで入っていたデザイン関係の会社の本採用にも漏れてしまい現在は留年して、まあ、何か他の部活をやっているみたいですけどもあ身が入らないようでですね夜中にピザの宅配のバイトで 学費を稼いでおりますと私とは心からの会話はもう全くなくなり20歳までは心の内や人間関係など説明しなければ気が済まないといったふうで夜遅くまで話してくれた息子でしたが現在は逃げるように部屋にこもってここ1年は食事も部屋に持ち込むようになってしまいましたと。 まあ、引きこもりの初期症状というか引きこもりの症状ですね。必要最低限の会話、例えば、まあ、ご飯を食べるとか鍵を閉めるとか閉めないとか火の用心とか以外何の会話もありませんと。何度も平静を装って鼻歌を歌いながら、まあ、世間話をしてみたりしたのですが。 まあ自分をね、憎しみに満ちたような表情を見ると、これ以上話さない方がいいのかと言葉を飲み込むようになってしまいましたと。自分の部屋では、あ,あらゆる趣味、趣味のものがいっぱいで、ネットにはたまたま家族のことをた、またまたまにはか家族のことを書いていますと。すべて否定的な内容ですと。まあ そういうことでしょうね。感謝をしているが、俺はもう子供じゃない、夫婦の愛情のはけ口としての存在じゃないというような内容ですと。離れて暮らしているので、父親はとても美化している部分もないわけではありませんと。また、主人に話してもらおうとたまには、たまに帰宅してもお互いに避け合うようにして目も合わさず、私にばかり話をしていきますと。夫婦仲は良いと思います。 主人もいわく、まあそのうち就職して一人でやってみれば大変さもわかるからほっとけばいいんだと言っておりますと。ですがさすが2年経つと本当にいつになったら修復できるのか、親の私も人間ですので無視され続けるとやりきれなくなってきますと。このまま死ぬまで無視され続けるのでしょうかと。 ご多忙のところあ失礼とは存じますが先生にお目を通していただけただけでも救われますともしも何かしら解決のヒントなどがございましたらご教授いただけたら幸いでございますどうかよろしくお願いいたしますというような内容なんですねはいでまあもう一度しますと ご家族、まあ四国の方でお父さんは大阪市内へ単身赴任で出かけていると、息子さんは地元の大学入って剣、えー、道部で、まああのー、県その剣道部の応援団長もしていると、そういうような関係なんですね。あのー、結論から言いますと、私このメールを読んだときにですね、まあその NG さんには大変辛辣な言い方に聞こえるかもしれませんけども普通はあの小学校3年4年生ぐらいから子どもは親にいろいろなことを話さなくなります。小学3年生で10歳ですよね。思春期前です。そして女の子ですとお父さんとお風呂に入るのが大嫌がるようになりまた男の子ですと学校であったことを話さなくなっていわゆる友人の輪が広がっていくわけですね。 で友人の輪が広がれば広がるほどそしてつながりが濃密になればなるほど親子関係というのは。 創演にななっていくものなのですまた親の価値観もその頃どん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 否定されていきます、えー、いろんなお父さんお母さん価値観を持ってらっしゃいますけどもそれはまあ大体賞味期限というのは小学校3年生ぐらいまでででたね時効はそれ以後はもうどん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 消滅していくわけですですからから例えばお,お,お,お父さんお母さんの価値観をですね子供があのそのまま受け継ぐということはまあこの時代まああの年を取ってね振り返ってということは自分がその立場になってそうなった時に振り返る ということはあるかももしれませんけどもも少なくとも若者の時代においてはです、ね、思春期にかけて、それから成年期にかけては、あのまあ、否定される一方なんですね。でまあ、あのいろんな調査をしても、大体いい子どもは中学生に入る頃にはもう親との旅行を嫌がるようになりますね。あの嫌がるということはもう拒絶して嫌だと。僕は友達と行くとか、1、まあ、人で行くというかね、ね親とは行きたがらないんですよね。 それはうるさいというか、まあ、子供たちばからすれば、肩が凝るんでしょうね。まあ、要するに、そういう関係がごく一般的な関係なんですね。ところが、この NG さんの場合は、二十歳頃までまあ一緒に旅行し、二十歳頃までまああの、母とこの間に会話が大変多かったとで。子供は一生懸命自分のことを語ったということなんですよね。 でむしろそれはあの、なんて言いますか、NG さんがそうであるというわけじゃないんでしょうけども、それはむしろマザーコン的な症状なんですよねあの。マザーコンプレックスです。いわゆる母子関係が非常に濃密で、でそこへ本来ならお父さんが割って入って母子関係を是正しなくちゃいけないわけです。是正するということはあの、母親だけに子供を任しておきますとあの、なんて言いますか。 よくないんですよね一般的にはイギリスではこう教えるんですね。子供を産み育てるのは母親だけどもあー狩りの仕方を教えるのは父親であるというような感じで母親だけに子育てを任せておきますと子供はあはまだ婚活します。いわゆる何て言いますかその特に男の子場合はあの不正いわゆる父親像というものが育たなくなるんですよね。 いわゆる母親を、まあ、マドンナとして母親を、まあ、理想の女性として見てそれに、まああのー、埋没していくというかね昔あの冬,冬彦さんという人がいらっしゃいましたね、あのー、いわゆる、まあ、それあれは典型的な例ですけども極端な言い方しますと例えばねそのマザコンという言葉はまあ非常に使いますけども例えばあのー じあの実家に帰ってお母さんと一緒にお風呂に入る人とか、実家に帰ってお母さんと一緒に寝る若い男の人は少なくありませんね。それはあの本来ならばそういう、それはあの普通でない、まあもう普,通か普通か普通でないかという、ね、その価値判断のできない時代なもんですからね、私もあの非常に言葉がこの重くなりますけども、まあ私の常識からすれば普通じゃないんですよね。であるわあの若い夫婦ですけども、 ある女性がですね大変ショックを受けましたということでこんな話をしてし,たく,てしてくれましたねで結婚してからですよあのその若い女性っていうのは妻であったわけですねである日ですね夫がいつもになんか早くバタバタバタッと帰ってきたって言うんですよでマンションに住んでおられて玄関バンと開けてでダダダダダ,ダと入ってきておい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 ,おいって言っていってそして何事かと思っていたらその 息子さんがですねあの、電話口に駆け寄って、電話をしたって言うんですよ。その内容がですね、お母さん、お母さん、僕ね、と今度ね、課長に昇進したよとかっていうような話だったって言うんですね。で、妻に話す前に、その母親に話したということが、その若い女性というか、妻、奥さんには大変ショックだったわけですね。いわゆるその、マザコン化する。 ということはそういう意味なんですよね。いわゆるその、家庭というものの上に、まあ、なんて言いますか、母親像というのはしっかりと、まあ、居座り続けるわけですね。で、これは、あの、好ましいか好ましくないかといえば、好ましくないんじゃないのかなと、私は思います。先ほど言いましたように、もう価値観がもう混沌としてますからね、何が正しくて正しくないのか、もうさっぱり私もわかんなくなってきましたね。今の若い人たちの世界を見てるとね。 今の若い人たちの世界で親孝行なんていうとね、そのお店がましいとかね、あるいはね、子供にそんなあの負担を強いるもんじゃないとかね、あるいはその、まあ、親孝行なんか今もうあの、解けませんね。それはあのもう死後になりました。まあ、この日本ではですね。 あのー、子供は親の所有物ではないんだとかっていろんな反論がバババババっと返っていきますから「へえ親心なんていうのはもう消えちゃったんだな」なんてあもうつい数,数日前もあのワイフとそんな話をしましたけどね。 あのー、時代も変わりました。ですから価値観も変わりましたから、まあ、若い人は若い人たちの価値観を持ってで、まあ、新しい社会を作っていくしかないわけですよね。で私たちは私たちの価値観を、まあ、持ってますけども、だからといって若い人に合わせるということは,これは難儀なことでしてね。もうそれに、まあ 逆に戦っても意味はないんですよ。あの戦ったってどうせ私,の方私たちのほが先に死んでいくわけですから、あの勝ち目はありませんね。でか、次から次へと新しい価値観が生まれ、今の,その若い人たちの価値観もやがて否定されて、意外とね、10年後には論語がまた。 ベストセラーになって、アイドルご礁になって、またみな皆さん見直す時代がやってくるかもしれませんね。それは分かりませんよ。あのともかくもあのなてますか、時代も変わりました。そういう流れの中でですね、20歳までそのお母さんとそういう話をしていたという部分に、私は、まあ、あの NG さんには大変失礼かもしれませんけども、普通でない部分をちょっと感じました。 二十ああ歳まで男の子がお母さんと一緒に旅行に行くだろうかという問題ですよね。うちらの3人の息子はもう中学生になる頃からもう絶対に来ませんでしたからね。嫌だって言って。<laughs> それでもうおしまい。だからまあそれ以来まあ NG さんがおっしゃるような断絶状態。会話なんかほとんどありませんね。触あありあのない一辺の何て言うんすか会話はもちろんありますよ。挨拶程度は。でももう一歩踏み込むともうすぐ喧嘩ですね。 あのいわゆる子育てに口出したなんかしますと、もうババババっと怒りますからね。まあ、親の経験というものが全く生,き生かされないというか、寂しい時代になりましたですね。いわゆる年配者の経験、知,恵知識といったものがですね、あの全く生かされないじゃないですか。ですから、若者たちは若者たちでゼロからスタートしなくちゃいけませんから、大変だろうななんて、かえって変に同情しますがね、まあ、なこういうとはこうすれば簡単にできるのになあと思っていても、それを言いますとね、喧嘩になりますから。 ですからは、まあ NG さんの話を読んで、うちなんかもうとっくの昔にもう、私の我が家ですよ、断絶状態だなと。で、私も寂しい思いをしましたよ、それは。それは価値観が違いますからね。私が求めている家族観と、それから息子たちが考えてた家族観とは違いますからね。例えば私はもう子供の時から言いましたね。どんなことがあっても、どんなに年を取っても、正月の1月1日は家族みんな集まろうと。というような約束を。 約束とか一方的な約束だったかもしれませんけれども、ともかく何度も何度も私たちは子供にそれを教えましたけれども、あの全く意味のない約束でしたね。もう大学入った途端にもうみんなキャロッと忘れてますし、まああのはい、そんなことはどうでもいいという感じですね。全くそれあの約束なんてものはまあ意味がないですな、そういった種類の約束はね。いわゆるその先ほど言いましたように、子供の世界が広がっていきますから。 ですから、あの親の価値観、親の,その希望、夢というものは全く通用しないと。まあ、それが普通なんですよね。ですから、二十歳までどうなんでしょう。一緒に話ができて、お母さんも楽しい思いができたんだから、今まで楽しかったんだから、それに感謝して、みんなに羨ましがられるという部分で、ね、満足なされるしかないですね。社会の,のところへね、あ,のある時、信者がやってきてこう聞くんですよね。 社会を、社会を、私は明日死ぬって、この苦しみや悲しみからどうやって逃れたらいいんだって聞きましたら、釈迦がこう答え,答えたそうですね。明日のないことを嘆くな。今まで生きてきたことを喜べ、感謝しろって。ま、これ北行に乗ってる一節ってありますけども、なるほどなと。明日のないことを嘆くな。とまあ今までない,もう今ないことを嘆くな。昨日まであったことを喜べ、いいじゃねえかと。 なるほど、その通りなんだなあと思ってね。私もそういうふうに思っております。楽しかった、あのね、子育て大変でしたけれども、大変の中に結構楽しかったですからね。あの息,子息子たちにもむしろ励まされ、力をもらいましたから、あのまあ、それでいいんじゃないですか。今も断絶して、まあ、親子関係は、まあ、一般的に見てもゼロの関係ですからね。ゼロですね、うちなんかも。減らすなこと言ってますけどね。 で、私は私で好きなことをし、ワイフはワイフで好きなことをし、今はね、ワイフと私で一緒に今、まあ、力をいろんなことをやってますから、まあ、それはそれでいいんじゃないのかなと。あとは、まあ、死ぬときはね、まあ、孤独でも何でもいいんだと。まあ、ワイフもね、あの私がもし、私が死ぬようになときでもね、 とか、息子たちには息子たちの生活があるから知らせないでねって、そういうふうに言ってますから、分かったよなんてね、言ってますけども、そういう約束をしながら、まあ、寂しいというふうに捉えれば寂しいですよ。それは私たちの価値観とは大きく違いますからね。まあ、しかし、いいじゃないですか、それも。ね、孤独死、独居老人、独居老人、孤独死。まあ、どこの老人ホームあるかもそろそろ決めてますし、え、ー してませんがだ,だけど逆に言いますとね若い人はかわいそうですね。本当にかわいそうだと思いますね。あの何、ー、て言いますか。はい。かわいそうってことはかわいそうですね。まあいつか気がつく時があるだろうかないだろうかともあります。ないでしょうね。あのー、まあはい。ということでですね、あのー、質問の件はここで一つはあのそれでそういうふうに考えて あのいいんですけど2つ目のポイントがあるんですねこのご質問というか相談の中にはあの息子さんがですね引きこもり的な行動をあの始めましたねあの部屋にお母さんが食事を届けるとかあ外へまで亡くなったとかあの何ていうかあのいわゆるうつう症状的まあ,あの私は診断名は言えませんのでねあの な,なってませんけども、まあ、まう、あ、つ、まあ、的な症状が出てるってことがちょっと気になります。あの一度ね、あの診療内科のドクターに相談なさった方が、私は賢命ではないのかなと思いますね。あの症状からすると、あのほっといても治ら,治らないし、それからあの一度この時期にそういった症状が出ますと、10年単位で続きますからね。あの まあだからと10年なんてまたあっという間ですからね、よし、10年ぐらい十時間の一つ合せようってやろうじゃねえかというような気持ちであの対処なさるというおお、まあ、らかさが必要ですね。こうした問題というのはですね、あの治そうとなお思えば思うほど、焦れば焦る,焦るほどあの、まだ以前の方が良かったとっいうようなことを繰り返しながら症状が悪化するものなんですよね。 まあこういったその問題が起きてくるとどんな親でもそうですけど今が最悪というふうに考えがちなんですけどもそれはどん底じゃないんですねさらにその下2番底があるわけですまたさらにその下3番底があるわけですねですから今が最悪と思うんじゃなくて今以上に症状を悪くしないということだけを考えてあの 時間を待つというかね、これあの、お母さん、NG さん、大変あのショックかもしれませんけれども、私が知る範囲の中でも、あ半年1年単位で症状が続くことは、これはあの当たり前ですねあの。10年は続くと覚悟しておいた方がいいかもしれませんね。えー、って驚かれるかもしれませんけれども、あのー、終わってみるとね、これ10年なんて何でもないんですよ。で、まあ、笑い話になりますからね。 あの焦らないことですね。焦ればあの子どもの不登校時、不登校もそうなんですよね。あれ、焦るからいけないんですよ。焦るから帰ってどん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 深みにはまって、今以前の方がまだ症状がよか,よかったということを繰り返しながら悪化していくんですよね。で、無理をする。無理をするから元の木くみでもっと悪くなってしまうというようなことを繰り返,し繰り返すわけです。ですから、あの。な 以前より、まあ、とにかく現状維持を大事にするということです。今の症状がそういう症状であるならば、それが最悪だと思わない,思わないで、さらに最悪があるんだよと。まだね、会話も多少できるようですから、あのまだいいんだというふうに、そこからスタートするんです。さらにさらにと思いますと、結局失敗するんですね。あの不登校でもそうでしょう。 はじめ相談に来ると先生なんとか学校行ってほしいです学校行ってほしいですってから泣かれるもんですから3ヶ月はほっときなさいよって言うんだけどお母さんにすらば3ヶ月がもう大変なんですねほうで1ヶ月ぐらいすると電話かかってきて今日学校に連れて行ってみましたがダメでした校門のところではーワー泣き叫んでダメでしたって言うんですよねなんで3ヶ月待たないんですかって言うと待てないんですよねそして半年1年過ぎてやっ と学校行くようになったんですよねそれでまあ、あの午前中登校で、まあ、しかも保健室登校になるわけですよね。それで保健室で午前中過ごして帰ってくるんですけども、そうなると今度は先生、なんとか毎日行ってくれないでしょうか、なんとか給食だけ食べてくれないでしょうかってことになるわけです。それでまあ、みんなであのあの、ね、先生も協力して、そしてなんとか給食を食べさせると、普通お母さん今度は声い出すんですよ。なんとか午後のね、お帰りの挨拶の時まで子どもがい,れいることできないでしょうか。 とかってそして午前中1、やっと1時間レッスン好きな、ね、授業に出られるようになると、今度はお母さん何とかして2時間行かれないでしょうかって、そんなことばっかり繰り返してるからまた、ドスンドスンと悪化して、その不登校が2年3年と続いてしまうんですよね。2番族か3番族があることに気がついてらっしゃらないわけです。で、今を常に最悪だと思うのは、これはあのー、 要するに、ね、賢者というのはです、ね、子供の価値というものを、ね、失う前にあの気づくんですよ。愚かな人はです、ね、子供の価値というものをなくしてから気がつくんですよね。同じように賢い人というのはです、ね、常に2番族、3番族を知りながら今を最悪と思わ,思わ,あの思わないであの用意するということです。愚かな人というのは今を最悪と思ってさらに無理をして、そして2番族、3番族を押していくということなんですね。 ですから私今 NG さんに言えることはですね、こういうことなんですよ。NG さんには大変つらいでしょうけども、諦めなさいということなんです。二十歳過ぎてね、お母さんと子供とね、友達のように会話する方があおかしいんです。そんな親子は、まあ私探した範囲でも、 ああ、いないですね。お母さんと娘っていうのはね、あの隠れマザコンですしね、おか娘がか隠れマザコンであるケースが多いものですから、意外とうまくいくんですね。同性同士ですから。しかし、母,母と息子っていうケースの場合は異性ですからね、そうはあの隠せませんというかあの、隠れマザコンにはならないんですよね。みみみあのそうでしょお母さんと娘さんが一緒に風呂入ってて,ても、誰も怪しまないでしょ あの温泉ででももどこでもしかしお母さんと息子が一緒に風呂入ってたらこれはおかしいですよ。お母さんと息子が一緒にね、嫁さんの目を盗んで寝てたらこれはおかしいですよ。ということで、まあ、この常識というものがあ,るありますからね、その常識を外れるから気がつくわけですよね。ですからもう息子さんは息子のご主人がおっしゃっているように任せてご主人にね、 それでお母さんの,その、なんて言いますか、悲しい気持ちはわかります。今までね、もう子育てに前ぶししたばっか見てきて、もうすべてが、子育てがすべてという人生を送ってこられた方だろうと思います。しかし、あまあ、あのだからこそ今ね、あの大きな悲哀感というか、悲しさというか、寂しさを味わっておられますけども、お母さんはもうお母さんで息子のことなのか忘れて自分のしたいことなさったらいいんです。 一人の人間としてね、女でもない、妻でもない一人の人間としてやりたいことをやったらいいんで、その結果として子供はまたお母さんを客観的に判断することになりますね。愛情の派遣口として俺を利用しないでくれという、そういうその息子さんの悲痛な叫びというものをですねあの、感じ取ってやってください。お母さんはうるさいですね。細かいですね。 ということを言いますと、お母さん、よく受けられるかもしれませんけども、もっと目を大きく開いて、そして外の世界を見てください。よかったら私のね、謎の点と線を見てください。宇宙から人間を見てください。なんてね、あの決して宗教じゃありませんので、科学、数学ですから、安心してお読みくださいよ、まあ。ということで、あ,のあまりいい答えになってないかもしれませんけども、解決方法はもう時間、時の流れに身を任すということだけですね。 時は心の癒し人。今は分からないかもしれませんけども、ご主人さんがおっ,っおっしゃっておられるように、自分で子育てをして、そして親子関係を作った時に、初めて息子さんは息子さんで、その時に旗と気がつく時がやっていきます。でもそれまで10年、20年という時間はかかるかもしれませんけども、もうあとは任せて、そしてお母さんのや,やる役目はもう終わりましたから、今更ね、お母さんが出て行って、しゃしゃ出て行って、いいことは何もありませんから、あのもうほっとくということですね。 あのもっとひどいケースになりますと、これ、攻撃型になりますと、暴力って言いますかね、家庭内暴力に進みますから、気をつけてくださいよ。このタイプの子供もは、息子さんはたまたまマイナス型ですけど、プラス型になりますと、それこそあの家庭内暴力で、金くさばばっと言って、お母さんは殺す寸前あるまでのことをしますからね、そうして家の中をめちゃくちゃにして暴れるっていうこともしますから、突発的にやるようになるケースも半分以上ありますね。 ですから、こういうケースの場合は、2番族、3番族があるんだということを注意して、今は現状維持。現状を今よりも悪くしないこと。1週間前、10日前よりも、今日はまだいいなと。そういうことを繰り返しながら、1年単位、2年単位で、この問題を対処していくということです。すでに20歳を過ぎておられますから、もうここから先はお母さんの問題ではなくて、もしも症状がひどいようであれば、医療の問題になってきますので、まあ、私ならあの一度、 心療内科へ連れて行ってね、まあ、先生、ドクター、専門のドクターに相談することをお勧めいたします。子供ならね、まだ10歳前以前の子供ならば別の方法もありますけども、まあ、20歳過ぎているということはもうすでにあなたと同じ大人なんですから、もう対処の仕方は大変限られているということです。ということで、1人で問題を背負わないようにしてご主人、それから心療内科のドクターたちと話し合って、あの1年単位、2年単位で あの問題を考えてくださいあのこれが私の答えということになりますが、でもやっぱりお母さんショックかもしれませんけどもね、あのそれはもうそういう,こう、こういうケースは非常に多いですから、あまりあの心配しないで、心配しないということは、あのいろんな方も同じような問題が書いてますからあの、どうか自分だけがどうしてこんなに不幸なんだろうとか、どうしてこうなってしまったんだろうとに過去を悔やまないで、前向きにね、今まで一生懸命楽しくやってきたじゃないか、それでいいじゃないか。 っていう風にして、何が文句あるんだっていう風にね。考えてみてください。きっと見方も変わってくると思いますよ。どうもあの相談ありがとうございました。